皆さんおはようございます。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいし、今日もいい天気ですね。朝日が綺麗です。何かいいお魚と出会える予感がします。雲ない、晴天だ。今日は今年初めての石鯛釣りにやってきました。そして餌はもちろん新鮮なガンガゼなんですが、見てこれ、ボロボロもう破けまくって、もういやでも中が大丈夫だからさまだ使えるから。おい、なんか輪ゴム浮いてるガンガゼ、もとげきってあります。トングもサビサビなんか、うん、これがリアルこんなもんです。本当はねちょっと大きい磯だったりとか、渡りたかったんですけど、やっぱりね冬はこう波というか風も強かったりとか、あと海がうねてたりとかしてちょっと外海に行けなかったので、行ける場所が近郊案内しかなかったから、今日はここの場所で石鯛狙いたいと思います。釣り始める、ご苦労様です、お疲れ様です。まだねちょっと暗いから、もうちょっと明るくなるまで、まあ、まだ準備も完全に終わってないので、もう少し明るくなってから石鯛釣り早速始めたいと思います。それでは皆さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。桜島、今日も見守っててください。よろしくお願いします。見て、せっかくだから。さ、かぶってる。こっち、こっち、私邪魔。いただきます。熱っ。今日の朝ごはんはおむすびな、でっかいぞ。僕は おむすびが好きなんだな。てるてる。なんか食べてるよね。お、あ、来た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 。当たってるってる。いいぞ。石物来ますように。今年最初の石鯛釣りは何が釣れるでしょう。いや、この時期のね石垣鯛ね、すっごく美味しいから、ガキーガキーおいでー。
もちろん本石でも嬉しいですけどね。またつるつる。おお、いい当たりだ。お、食ってる食ってる。ドカンと最初の石大釣りだからね。最初が肝心だよ。なんだろうな、まだ朝一ですからね、そんなに食い気が立ってないのかな。でももうそろそろ勢いよく食べ始めてもいい頃なんですよね。北海道、味が寒い、味が寒い。ちょっと待って、ちょっと足温めてからさ。お、当たってるってる。今日はデニス靴下を忘れてしまったから、ここまで寒いと思ってなかった。さあ来い。手も温まったからいつでも OK よ。これこれだって、鹿児島弁だった、なまった。これワンチャン石物いけんじゃない。本石じゃなさそうだけど、ガキはありえるよね。寒い、風冷たい。湾内でこんだけ風吹いてたら外海なんてもっとすごいよね。爆風だよ。いや、ついてるな。びっくりした。これ入るかな。これは行くんじゃないか。取られました。お、来た。ダテルテル。餌でいたな。なんかお魚変わっちゃったかもしれない。でも近くにはいるはずだ。ふぐのもこと見せかけて、こと見せかけて。よし。かけて、よし、入った。あ、そんなに大きくないかも、そんなに大きくないかも。ちょっと待って、今年、ちょっと待って、今年いいことがありそうな気がする。いけるか、いけるか。今年私いいことがありそうな気がする。いけるか、いけるか。はい、あげます。いいことありそう。やった。今年初めての石大釣りで本石釣れた。やった。
とちっちゃめだけどシワシワだった。めっきめがシワシワ。いいことありそう。やった、やりました。猫効果抜群。今年1匹目の本石、あ、今年初めての石鯛釣りで無事本石が釣れました。皆さんありがとうございます。化け猫効果だぞ。にゃおにゃおなんか煽ってるみたいだよね。いや、あのこれはあくまでも山田だから。今ねちょっと海につけて落ち着かせています。でちょっとねサイズが40センチあるかなないかなっていうぐらいで小さいとは思ったんですけど、せっかくの初物になりますのでありがたくいただきたいと思います。結構待った甲斐がありました。本当にだってもうお昼だよ。雷、うわった、トゥルトゥル、雷みたいなお腹の音がするうわ、ゴロ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 。あいて、フグの猛攻を受けております。渡ってるってる。それでは記念すべき今年初の石物の身体測定です。本石って言っていいサイズなのかな。でもちゃんとしもしもあるから。はい、明けましておめでとう。今年もよろしくね。しましまです。さて、さて何センチですか。向いちゃった。あ、やっぱり40はないか。35だな。35、35センチのサンバ、ビーバーサンバ。踊れないけど、サンバそうですね。でもせっかくなので持って帰っていただきます。ありがとうね。嬉しい。今年初石物。幸先いいですね。今年もいっぱい大きいの釣りますね。もうちょっとつけとこう。はい、てなわけで皆さん今年も私の本石じゃなかった石鯛釣りよろしくお願いしますよくわかんないけど。では今年一発目のポテチン図鑑ご覧ください。どうぞー。無言でやる。改めましてポテチンでごじゃる。いやー、釣れた石鯛。すっごい美味しかった。真冬の私あのサイズってなかなか釣らないんですけど、結構大きいサイズが多いので冬って。いや、あのスーパーとかでだいたい
今回私が釣った35センチとか、まあ、40センチぐらいの石鯛とか本石とかガキとか売ってるんですけど、いやあれ5000円ぐらいか、あれは買う価値があるなと思いました。今回はちょっと映さなかったんですけど、胃の中もう脂肪脂肪肝硬変化っていうぐらいの脂肪がすごかった。か脂肪がすごかったすごかった。いや冬はねやっぱり魚も人間もちょっと脂肪がよく乗ってて美味しいんでしょうかね。私もちょっとお正月で食べ過ぎてしまったので、今からちょっと絞っていきたいと思います。脂肪だけに。はい、てなわけでポテチン図鑑のお時間です。なんか次何書くか本当ね最近わからなくなってきててですね。はい、イサキ、これはいろんな大事件が起きた時に釣れたイサキです。おばあちゃんのね誕生日に書いた、どうよりおばあちゃんの誕生日には書いてない、釣れたイサキです。何言ってんだろうねイサキ、イサキってすごい可愛い顔してるんですよ。まあ私が書いたら全然可愛くないけれどもイサキと、イサキも美味しかったです。でこれはね黒星石餅っていうやつなんですけど、これ皆さん金魚とは違うらしいんですよ。金魚はね前一回書いてるんですけど、なんかこの辺まで結構黒い線が入ってて、黒星石餅とは違う種類らしい。私も全部金魚だと思ってたから勉強になりました。これあ、これも庭キャンの時だ、そうだ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 とか言って自分が釣った魚いつ釣ったか分かんない。はい、あんまり似てないかもしれないはい、最後これちょっと力作よ、今回の力作これすごい懐かしいやつ、モッズ合ってる、モクズダイ、あれモズクガニじゃなくてモクズガニだモズク、モズク間違った、モズ、あれモクズだっけすいませんモズ、いやこれはガチで間違ったすいませんみんな間違えないようにしてこれは落ち着いて落ち着こうねうちのおばあちゃん家で今飼われているトールのご飯用に夜中にガサガサしに行ったんですよね、網持って川に。でその時に捕まえたモクズガニですっごいね、すっごいね、ほら ここ書いてますけど、手がねすっごいね、グローブつけてるみたいだったからね、ボクサーって名前つけて持って帰ろうとしたんだけど、いつの間にかいなくなってたボクサー。まあ今頃あそこの川のカニたちと仲良くやってるんじゃないですかね。カンカンカンって言って、はあ、がっつり書いてるね、モズクガニって書いてる。もずくも美味しいですよね、もずくスープ美味しいよね。私的にはキムチチャーハンとかと一緒にね、もずくスープ食べるの好きなんですけどね。はい、そんなわけで今回のポテチン図鑑のお時間でございました。結構ね以前から視聴者の方々のご希望とかもあったのもありますし、私も考えていたこのポテチン図鑑の私が帰ってきた魚たちをやっと何かしらの形でグッズ化するという計画がやっとまとまってきましたので、あ、これ第2部なんですけど、一部がねもっとなんかすごい絵とかがあるやつ、あっちを先に何かしらの形にしようと思ってますので、
まあ、今年中、まあ、今年始まったばっかりですけど、年内には皆さんにこれができたよ、これでこれ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 って何言ってんだろうね、これできたよってお知らせができると思いますので、もうちょっとだけ待っててください。楽しみにしててくださいね。そう、もずく、もくずがにで思い出したんですよ。実はね、お正月用に視聴者のかっちゃんがね、 こんな大きいカニをね送ってくださって、もうないんですけど、食べてしまったのでもうないんですけど、すっごく美味しかったです。カニカニ、多分こっちの方かな、どっちか分かんないけど、すごく美味しかったです。ありがとうございます。でね、その後も皆さんがね、いろんなの送ってくれて、よいしょまずこれ、まずこの大きな段ボール、これハルルンが送ってくれて、ハルルンさんありがとう。ほいあのプチキャンプをねしてる時に、私特盛のどん兵衛が見つけられなくて、ちっちゃいの持ってって、特盛をケースで送ってくれて、ありがとうございます。あ、結局ね、あの時のどん兵衛はさすがにプリッツで食べることはしませんでしたよ。だってお湯つけたらさ、だしつけたらさ、絶対あれ溶けるじゃん、無理じゃん。だからどん兵衛あの日食べれなかったんですけど、これでしばらくはあの大好きな私の大好物のどん兵衛食べ過ぎないようにしますね。食べ過ぎないようにね、あのふわふわ肉まんをね、ハルルンさんはいつもね送ってくれて、食べ過ぎるとね、ここボーンってなるからね気をつけます、これもね。でね、ここにもこれ、これ欲しかったやつ、これ川崎さんがね、これ UFO キャッチャーだよね。川崎さん UFO キャッチャー大好きってだし、めっちゃうまいんですよ。いろんなの送ってくれるんだけど、これ欲しいなって思ってたやつ送ってくれた。これ磁石でくっつくやつ、これのモモンガも探してるんだけどね、ありがとうございます。あとトランプ入ってた、ポコタがねポコタが、え、ポテチンの家トランプもないのって言ってたから、あ、トランプ欲しいなって思ってたので、しかもチーカー、ありがとうございます。そしてね、仲間が増えたの、見て、ゴマさんが送ってくれたバレットファスト、これ釣れるやつ、ありがとうごまさん。これでまた大きいの釣るね。あさってちょっと行くところがブリとかカンパチも回遊するところなので、せっかくだからこれ数頭投げてみよう。本命狙いはこれなんだけど、うん、でもワンちゃんね、これでブリカンパチ来たらラッキーだから、使わせていただきます。皆さん本当にいつもたくさんの贈り物ありがとうございます。そして最後に毎年恒例になっておりますアイスマンさんからのとっても素敵な贈り物、年末年始の私たちのすごい楽しみでございまして、まだちょっとご紹介してなかったので、その時の映像をご覧ください。どうぞ。マジうまい、うまっ、やばすぎ、楽しみだよね、1年に1回のね。ありがとう、アイシュマン、アイシュマンさんか、んー、ありがとう、うん幸せ、うん、うん愛も変わらず、とっても美味しかったです。ありがとうございます、本当にありがとうございます。あとね、これも毎年皆さんからね、新年開けてからお守りがいっぱい届くんですよ。ちょっとお守りをこうバーってこうあまり写すの良くないかなって思うんですけど、前も言ったかもしれませんけど、私の家に皆さんからいただいたあのお守りコーナーみたいな、コーナーって言ったら変ですね、なんか神棚みたいなのがあって、そこに皆さんからいただいたお守りは大事に飾らせていただいてますので、ありがとうございます。なんか嬉しいですよ、なんかみんながこう私とか、まあ一緒に釣りに行くカメラマンさんのね安全を祈願していただいて、本当にありがとうございます。
本当にね、初釣りの石鯛釣りで本石が釣れたの本当に本当に嬉しかったです。今度はもっと大きなのを釣ろう。こんな大きな石鯛はいないね、さすがにいないねこれぐらいか。大きなのを釣りに行きたいと思います。行ってきます行ってきます。今から行かないけれども、はい。そんなわけで皆さん、本日今日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。